Hello everyone, 大家好。みなさん、こんにちは。ひときです。僕、海外の友達からよく、どうしてアジア人はそんなに痩せてるのってよく聞かれるんですけど、確かにデータ的にも、アジア人の方が痩せてる人の割合が多いです。確かに僕も街を歩いてると、え、そんなに痩せてて大丈夫って思うことが結構あります。僕も昔結構痩せていて、その人たちと同じグループだったと思います。 これを言うとよくいいな、いいなって言われるんですけど実は痩せてることのデメリットもあるんですよね今日はそれを知った上で皆さんだったらどっちの方がいいかなっていうのを考えてみてくださいでは今日のオノマツペをどうぞガリガリ、ガリ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 はすごい痩せている様子を表しますガリガリのガリは何かを削った音なんですよね例えばこれ例えばこうした時に ちょっっとガガガリリリて聞こえませんかでですの人からお肉をガリガリガリって取った後えなんか骨しかなくない?」みたいな状態までガリガリお肉を取った後そのくらいすごい痩せているなんか骨みたいっていうことを言いたい時に「あの人ガリガリだね」という言い方ができます。 さっきも言ったんですけど昔僕ガリガリリだったんですよねもうすごい骨しかないみたいなその時マラソンの練習毎日してたらお肉がなくなって本当にガリガリになりました、まあ、そこまでででははないいすけどアアジア人は確かにに太りにくいんですよそんなガリガリにはならないですけどでもやっぱりもうその大きな理由の一つがインスリンなんかインスリンって聞くとあもう無理無理です僕には無理です あもう難しいもう怖いって思う人もいるかもしれないんですけど大丈夫です簡単に言うと僕たちの体はご飯を食べた時の糖を使って動いてますよねでご飯を食べた後の糖って最初血液の中にあるんですよなんか目の前に血液の皮があって皮が流れてるんですけど僕たちの細胞はああ綺麗だなうんあ糖だなあ糖があるうんみたいな感じで見てることしかできないんですよ そこで糖が欲しい細胞に糖をあげる手伝いをするのがインスリンですですのでインスリンがなかったら僕たちの細胞は糖があるなーって見てるだけで一個も使えないんですよ僕と同じですもうこう見てるだけでいいないいなあこれ買いたいって思うけどでもお父さんが買っていいよって言ってくれたらお店の人が鍵開けて 買うことができますよねそういうふうにインスリンがなかったら細胞はただだ見てるだけになりますもうちょっとインスリンとか知ってる人はえ「そこが違うよ」とかあるかもしれないんですけどちょっと待ってそれは許して今みんなご飯を食べると血液の中に糖がたくさんあってでも細胞はそれ見てるだけででもインスリンがあるとドアを開けてくれて体の細胞は糖をもらうことができるまで分かったよね。 やっと細胞は糖をたくさんゲットしてよっしゃっつってエネルギーをたくさん作るんですけどあれちょっと糖がたくさん余ったなこの糖どうしよっかなでも捨てるのもったいないしどうしよっかなって考えた時にこの脂肪に変えることに決めたんですよねえなんでだからその時たくさんインスリンが出るとみんないろんなとこでドア開けるんですよね <laughs> そうするとたくさん糖をゲットしてこれ全部使い切れないから脂肪にしようって決めるんですよねそうするともうねうお腹がね大きくなって僕たちが嫌いな脂肪になりますここでなんでアジア人の方があまり太らないかっていうとインスリンの出る量がヨーロッパとかアメリカの人と比べて少ないんですよそんなにドアが開かないから余ってる糖が少ないので脂肪になる量も少ないですよね ここだけ聞くとアジア人の方がやっぱりいいじゃんって思う人もいるかもしれないんですけどでもドアがあまり開かないってことはもう血液の皮はすごい濃くて重くて体に悪いんですすよもうすごい重い重からもし詰ままっっちゃったら体に悪いのはよよくわかりますよねそういうふうに血液の皮の中に糖がたくさんある病気ってなんか聞いたことないですか そうななんんでですすよよ糖尿病なんですよアジア人は太りにくい代わりに糖尿病になりやすいんですよなんか糖尿病って体でインスリンが作れないからこう注射するみたいなの聞いたことないですかあれは注射でインスリンを入れて扉をたくさん開けて僕たちの体が糖を使えるようにしてるんですよねですので糖尿病がすごい進んでもうインスリンが使えなくなると 扉が全然開かないので僕たちの体は全然糖を使うことができなくてどんどんガリガリリになっていくんですよ糖尿病のイメージは太ってる人だよって思うかもしれないんですけど糖尿病がどんどん進むと。 インンスリリリ使えなないいのででどどんんんガリガリになっていくんですよその前に治したいからもう体でインスリンがたくさん出てドアをたくさん開けてる人そういう人は注意をした方がいいよインスリン使いすぎると作れなくなっちゃうよっていうのを伝えたいのでちょっと太ってる人はそろそろ食べすぎないようにしようね運動しようねという話になります。 だからアジアジののご飯っってて結構ヘルシーなものが多いって聞きませんかそれは美味しいからだけじゃなくてもう糖尿病になっちゃうからだからそういう料理が多いんだと思いますでも今は簡単にいろんな国の美味しい食べ物が食べられますよね僕もポテトフライ大好きですハンバーガー大好きですもうハンバーガーとか食べたらもうこんなの美味しすぎてやめられないってみんな思うわけですよだから今日本で糖尿病の人の数がめっちゃ増えてます 僕もこれかからは気をつけて生活しようかなと思います皆さんは痩せやすい体をとるか糖尿病になりにくい体をとるかさあどっち皆さんありがとうございましたさっきコンビニ行ってこれ買ってきたガガリガリ君ソーダ味この男の子ガリガリくんっていうんだけどえガリガリじゃなくないどう見てもガリガリじゃないくんだよねこれおかしいよねこれ日本ですごい有名なお菓子なんだよ あの70円くらい1ドルしないからすごい安いしもう日本人全員絶対知ってるこれなんでガリガリくんっていう名前かっていうと食べた時にガリっていう音がするからそれでガリガリくんなんだよねでもガリガリって2回言ったら普通はその痩せてる人あの痩せてる人のことを言うからちょっとガリガリじゃないくんの方が僕はいいんじゃないかなって思うんだけどよし ガガリガリ聞こえわ <laughs> あー冷たい多分今俺の中のインスリンが一生懸命こうドアたくさん開けてるんじゃないかな <laughs> じゃあまたね